夏いや夏上原超やもん夏ミッドナイト TV 夏ということでね、はい、もう夏も終わりですよ。えどっちどっちそうめんが大量に余ってると。なるほど、すすろとりあえず飽きるまではすすろ。そうめん、ね、一旦すります。とりあえず行ってみましょう。ということでめちゃくちゃ余ってるそうめん、素晴らしい、用意しました。あざす。そうめん食べてますか？そうめん食べる機会ないな。一回しか食べてないよ。意外とそうまとめ買いしちゃうじゃん。やっちゃうよね。ということでいただきます。いただきましょう。うん、うん、うまいね、そうめんって。それでもいけるな。イボの糸に合うようになってるわ。そう、イボの糸、これ、そうめんもイボの糸で、麺つゆもイボの糸だから、うん、素晴らしい。そうめんうまいな。うん、まあこれ第一陣だから。え、うん、めちゃくちゃ余ってるから。いっぱいあるんですね。うん、天さんは、この天さん天も一応、なんか寂しいかなと思って買ってきたけど。なるほど、天行きたいな。天行っちゃってください。エビっていいん？どうぞどうぞ。本当に、はい、そんな優しさある？エビっていいんですよ。金持ってる違うな。これもらうよ。オクラかシシトウか。どっちか。見たくないやつね。オクラだ。スーパーの天ぷらって感じ。そうめん、店で食ったことある？あ、ない。ない。そうめん屋さんあるんですよ、実は。東中野に。東に近いじゃん。ハンダそうめんっていうさ、なんか徳島かどっかでしか。あ、うん。ハンダそうめん自体は知ってる。あ、ほんと。そうめんなのにうどんみたいな。結構コシちゃんとあるやつでさ、うん、うまいんですよね。店あるんだ。なんか、半袖麺多分あるよね。あ、多分そう、売ってるのも、売ってるよね、物が。あ、もう店あるんだ、知らなかった。それは、それこそ、すだしとか乗っけてくれて、出すみたいな店がある。めっちゃいいっすよ、ほんと。そちら行ったことあるってこと？そう、一回行ってさ、うん。外にひっくり返ってそうめんの。あ、そうだね。なるほど。そうめん店で食うのありだなって思ったの、それは。ラーメン屋のそうめんってないの？あー。やりそうな人おるな、なんか。考えるそうな人いるけどね。うん、そうめん始めましてないの。やってほしいけどな。イボと糸で出せんの、大久保さん。イボ言ってたの。イボと糸。イボと糸。そうめんに夏を振りかけた年少ないの。あいつそうやな。夏至の日にやってほしい。潮風に2時間当てたやつみたいな。まずは潮風で。どうぞ。まずは潮風で。どうぞ。面白いな、その辺の。というね、界隈というか。やばい、食べ終わっちゃうな、一陣。こんなもんよ、やっぱそうめんって。ほんとささっといけるから、うん。うまいな。うまい、結局。こんなことしてる場合じゃねえんだよ。え、飽きるだろ。そうめん、うん。まだいけるっしょ。まだいけちゃう。うん、いや、正直はもういいけどな、俺ほとんど。なあ、ちょっと同じ味だよな、さすがに。もういいわ。うん、味一緒。天ぷらおるからなんとかなってたけど。今日はね、そうめんだけだと飽きますよね。もういいし、うん。っていう方にアレンジがあるとのこと。知らんのかよ。とのこと。僕は知らない。誰が知るんですか？私です。いや、そうだよな。さすが。じゃあこっちから言い出さない。毎回おかしいねんって。なんか振りがね、ちゃんと効いてるから。それはまだこれ進めるからね。そう、まだいける。とりあえず第一陣はじゃあ一回食べちゃって、はい、アレンジもあるらしいんで。まだまだ余ってるんですもんね、だって。うん、うん、めっちゃある。そうめんうまいわ。はい、ということでね。まだいっぱいあるよ。全然まだあるじゃん。めちゃくちゃいっぱいあるよ。めちゃくちゃあるの、うん、やばい、こんなに。さあ、どうするんですか。というわけでちょっとね、アレンジメニューやっていこうと思うんです。まあ、ニンニク来たんだ。どうするですか。やめろ。ニンニク来たんですよ。ニンニクやらせてやります。聞こえないよ。一年聞こえないよ。ニンニク掴んでやらせていただきます。お疲れさん。うちらの時代もっと刻んでたよ。なんもないじゃん。全く方もない。なんもない。何の部活。刻みつきよ。先に麺入れる？あ、ね、先にこれでいいわ。タレを作るんですね。タレを作ります。タレを作るんですね。タレも作りたい。お、お、ニンニクをこれ2かけらぐらいですか。あ、もうこれに使うのは1辺ですね。1辺。みりんを小さじ2ですね。みりんを小さじ2。2、はい、はい、酒、白だし。白だしっていう文言だけでうまそうやんな。なんか白だしってなんか美味しそうに感じるよね。ね、文言が関西感も出るし、ね、なんでやん。白だ、あら、白だし大さじ100杯です。えぇ、ー、いや、嘘嘘嘘。なんそれは。100杯であんだ。で、そしてごま油を大さじ1ですね。はいはい。すごいよ、これなんかすごい色だな。家系作るみたい今から。チーユっぽい、ちょっとね。これでいいんですか。これでもうタレ出来上がりっすね。えぇ、ー、はい、そうめん入れて、これを絡めて、うわうわ、あえられてるのか全然わかんない。全然白だから色変わんねえよ。全然大丈夫か。そしてしっかりあえたこちらを盛り付けて、ネギを
散らして、ああ、ありそうありそう、ありそうでしょ、うん、これ真ん中卵黄でしょ、ああバレためっちゃありそう、真ん中卵黄ね、真ん中卵黄やるからな、肉卵黄みたいに言うな真ん中卵黄で健康、はい、おお、できました、ありそうなメニューじゃあありそう、ありそうめん、ありそうめんの完成です、おお、はい、いただきましょう。さあ見栄え的にはこうしたけどさ、うん、割って混ぜたいよね、まあせっかくなので、まあね、卵黄割りたいです、そこまで混ぜたいよな、そこまでだからボールで本当にやるべき、なるほどね、いきますよ、はい、3、2、1、はい、ああいいじゃんいいじゃんいいじゃん、うわー、あーこっちはこっちがうまそう、おい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 、うねりうねりだこすなよ、浜中雄さんみたいうわっ、いや、いいとこ行った、全然ほとんど落ちたいけたと思ったのに、味するか全然違う、やってみやってみ、おお、ほら、おお、握力か、ここ筋か、そうです、ここ筋、ここ筋、あの、ジローになると痛くなる筋ね、あジロー食べてると痛くなる筋、そうです、冬ね、めっちゃ疲れるから、冬はウォーミングアップされてないから、全然されてないから、筋肉が硬いから、腕痛くなるんだよね、いきましょうか、いただきましょう、うん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 、油、油じゃん、うん、塩系とかいらんのこれ、確かにあってもいいし、まあ、なくてもいいかもぐらい、控えめではある、うん、まあ、そうめんに合ったあっさりさみたいな、うん、そうだね、そうだね、そういうことだね、ちょっとめんつゆつけたりしてもいいかも、うん、確かにそうめんの良さを損なわずに半分ぐらい、うまい、うまい、めんつゆ、これ結局そうめんの味だよこれ、なあめんつゆつけたらどうだわ、うん、まあ、白だしを追うという説もある、ああ、そうか、白だし巻いてるか、白だしをちょっと、まあ、めっちゃ味ついたわ、あ、うん、白だしか、白だしちょっと気持ち多めでもいいってこと、うん、ちょっと多めの方がむしろ美味しい、いただけるな、100杯って言ってたからな、最初あながち間違いじゃなかった、確かにうん、うまい、いや、助かりました、うん、いや、よかったよ、そう消費できて、うん、美味しく消費できました、はい、ほんとよかった、まあ、これで今年の夏ももう僕は終わりです、早くない本当。そうめんがなくなるまでは夏でしょ、どんな測り方してるのマジで、そうめんでわかんねえ、そう、家庭のそうめんがなくなったらそれが夏の終わりの合図になります、四季どうなってんの、なんか違うんですよかぼちゃいい、うまい、マジマジやみんな甘さもそれがいい、甘っ変な甘高いしっかりと訂正させていただいた、うん、おお、天ぷらと豚のめっちゃうまいね、合いそう、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした。